皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきます食玩はバンダイさんより発売されておりますスタートインクルプリキュアキューティーフィギュア2スペシャルセットになります。今回、2ということで、前回3月に2019年3月に発売になったのがこちらのキューティーフィギュア、まあ、特に1とかないんですけれども、この時はこの4人がそれぞれプリキュアになった後の、フィギュアだったんですけども、今回のは、プリキュアに変身する前の、まあ、言うなれば私服姿の4人のフィギュアが入ったものになります。スペシャルセットとは書いてありますけれども、まあ、4個入ったこのボックスの仕様になっているだけで、中に入っている4個はそれぞれバラで売られているものと同じものになります。で、早速パッケージですけれども、こちら正面4人のプリキュア、中の商品の写真で4人並んでいる写真になっております。左側面がアニメキャラクターイラストの4人で、プルンスとフワもいます。で、右側面にそれぞれ4人の正面と背後からの写真になってて、で、背後の写真がこちら4人の集合写真と、パッケージの正面に並んでた4人を後ろから写したような写真になってます。で、これがパッケージの上、4人のバストアップの、アップの写真、集合写真になってます。で、これはまあボックスに入ってますので、まずボックスを開けて、4個の箱をまず並べてみます。4個の箱を出すとこんな感じになります。左から、星名光、羽衣ララ、雨宮エレナ、かぐやまどかというふうに並んでおります。で、まず個別のパッケージ、まあ、とりあえず星名光を代表でちらっとお見せしますが、パッケージ正面はこんな感じ、ほぼ原寸大のこの草がですねのフィギュアの写真とアニメのイラストになっております。左側面も、星名光のフィギュアの正面と背後、下にセット内容、彩色済みフィギュア1個と台座1個、あとソーダ味のガムということですね。で、右側面が、まあ、注意書きとか、星名光の写真になってます。で、背後にこちらラインナップの紹介、4人の、この状態はプリキュアと呼んでいいのかどうなのか、まあ、プリキュアメンバーってとこですかね、の4人の写真になってます。で、上がこちら対象年齢3歳以上ということで、写真とイラスト両方載ってます。まあ、羽衣ララとか、エレナ、マドカも、まあ、基本的にパッケージの構造同じですね。どこに何が書かれているのかとか、裏にラインナップとか同じです。では、とりあえずまた代表して、星名光の箱開けさせていただいて、こんな風に入ってますよっていうのをお見せした後で、で、個別に紹介していくんですけども、前回、プリキュアになった後のフィギュアも、ま、まあ、持ってるもんですから、それとの比較もしながらご紹介していきたいなというふうに思います。では、まず最初に、この星名光、こんな風に入ってますよっていうのをお見せしたいと思います。開け口はこちら。まあ、特に取説とか、何か見なくちゃ作れないってわけではなさそうなので、特にパッケージの内側に何か印刷してあるとかいうことはなさそうですね。では早速開けます。今もうプリキュア5人目のキュアコスモとか出てますけども、あのこういったフィギュアは今度8月に出るみたいですね。まずはソーダ味のガムで、こちらが星名光、特に組み立てること何もなさそうですね。この傷がつかないように巻いてあるこのビニール取って台座に刺せばいいみたいで、台座も多分それぞれ専用ですね。タートインクルプリキュア、ここに星名光と名前まで書いてあります。では、他のも一気に開けてご紹介したいと思います。
ここからは改めましてそれぞれのフィギュアを、ゆっくり見ていこうかなというふうに思いますけども、まず最初に星名ひかるですね。造形デザインはこんな感じで、まあ、他の今回4人全員そうなんですけども、もうこの足を上げた元気はつらつな感じが4人全員出てましたね。近くで見るとこんな感じ。目とか、まあ、塗装とかされるべきところはされてはいるんですけれども、まあ、この、スターカラーペンダントでしたっけ、まあ、これを真ん中のハートとか、土台の部分がピンク色とかハートは水色とか、まあ、あるにはありますけれども、まあ、この大きさであればそうと分かるように黄色を塗られてるだけでもまあいいかなっていう気はするんですよね。まあ、私の方たちちょっとここのあの右の袖のところにちっちゃいこれ傷なのかなんか白い塗装がついちゃったのかありましたけど、まあそんなに大きくなくて目立たないのでまあいいかなっていう感じですね。後ろはこんな感じ。この髪の毛とかすごい躍動あってこう跳ねてる感じもいいですね。足元ピンと立って綺麗です。で台座がこんな感じですね。星名ひかる、多分これ字が見えるところが多分正面なので、まあ、顔の向きから言ってこう置きたくなるんですけど、多分これが正しい置き方ですかね。でここに前回の、キュアスターを並べるとこんな感じになります。これ開けてみて気がついたんですけど、この台座の色、他の4人も全部そうなんですけども、このプリキュアの時に比べるとこの私服の方が同じ色ですけど、ちょっと色が濃いんですよね、こちら台座の色が。まあ後で4人全員お見せしますけれども、まあこうして並べてみるとやっぱ全然違いますね。まあ、正面ここかな多分。まあ髪の長さ、まあ髪型ベースの髪型が一緒とはいえすごく長くなってボリュームアップしている。まあプリキュアだからそうって感じですかね。星名ひかるはこんな感じ。続きまして羽衣ララになります。台座の正面ここなんで、これが正しい位置ですかね。両手を広げて足を片方跳ねております。躍動感あっていいですね、こちらも。では近くの方で、まあ、毎回の羽衣ララの、まあ、フィギュアとか見るために言ってることで見せてるところなんですけれども、あれ？あれ？瞳の真ん中が星型じゃない。え、なんで？プリキュアに変身する前も羽衣ララの瞳の真ん中って星型でしたよね。他のプリキュアと同じ地球人になってしまってます。宇宙人なのにサマーンでしたっけ？あ、なんかショック。まあいいや、でも可愛いし。造形はこんな感じですね。後で比べてみますけれども、プリキュアの時に比べると若干髪やっぱりまとまってる感じですかね。長さはそんなに変わってないんですけれども、こっちの方がまとまりあるヘアスタイルって感じですね。足元下半身はこんな感じ。まあ、このペンダントが単色黄色だけ塗られてますけど、まあいいですね。それも私は瞳のことがショックですけれども。で、こちらが、キュアミルキー。まあ、身長はやっぱり、まあ、当然ですが同じですよね。やっぱり台座の色が、このプリキュアの方が色が薄いんですよね。同じ緑系の色ですけども。で、こっちのプリキュアってか、キュアスターの時、ミルキーの時によって動揺してます。瞳の真ん中星型入ってるんですよね。バンダイさんなんで入れてくれなかったんだろう。でもまあ、プリキュアはプリキュアで、羽衣ララ羽衣ララで。造形デザインとかはもういいですね。瞳のことを除けば完璧だと思います。羽衣ララがこんな感じ。続きまして、天宮エレナがこちらになります。台座はここが名前入ってるの、正面はこんな感じですかね。これ正面から見るとそうでもないんですけども、これ横から見るとすごい斜めなんですよね。それでもきちんと立っております。出来がいいですね、今回のフィギュアも。じゃあ近くの方で。お顔の感じはこんな風。ちゃんと目の下のほくろ再現されております。この服のシワとかもいいですよね、再現度が。襟元のオレンジ。これは後ろから見たこの髪の毛の
本来こうやって見ると隠れてしまうところもきちんと襟は色が塗られております。足回りはこんな感じ。この学校だと弟とか妹と一緒にいる印象が強いですね、エレナの場合。私の一番好きなキャラクターです。どうでもいいですけど。で、変身したキュアソレイユがこちら。こちらも台座の色味がちょっと違うんですよね。同じ、まあ元となるエレナ、ソレイユ同じですけれども、やっぱ髪の毛の量すごいですよね。この子が多分一番変わってますよね、頭髪で言うと。4倍、5倍ぐらいですかね、毛量としては。雨宮エレナはこんな感じ。そして最後、かぐやまどかがこちらになります。これが正面にですね。じゃあこの子も片足上げてて、で手もポーズとってますけれども、やはりお嬢様なので、この足の上げ方で手のこの添え方とかが品があって押してるような感じですね。近くの方でお見せしますと、顔はこんな感じ。今回全部開けてみて、まあパッケージもそうでしたけども、キューティーフィギュアの1に比べると全員こう口をこう開けてニコッとした表情なんですよね。統一感があっていいです。並べると非常にいい感じです。4人揃うと元気いっぱいって感じですね。髪の毛の中の背中の方もこんな感じ。もう髪長いんで背中はまあ見えないですけどね。足元、靴下とか靴ちゃんと再現されてます。スカートの中はお見せしません。で、変身したキュアセレーネがこちら。まあ、この頃もお嬢様っぽい足の上げ方、手の添え方ですけど、口閉じてたんですよね、プリキュアの時は。で、色味も、ソレイユだけですかね、色味がちょっと濃い薄いが違ってたのは。今回のこのセレーネも、プリキュアの時はちょっと薄めの紫で、マドカの時はちょっと濃いめの紫になってます。まあ、この子はそんなに、まあ、ちょっと並べてみると似たような形になってますけども、ちょっと長くなったぐらいですかね、髪の毛は。4人全員並べるとこんな感じになります。今回全員躍動感があって、元気いっぱい、ニコニコっていう感じのラインナップになってるので、やっぱ見てていいですね。見栄えがいいです。飾り映えもします。で、1個、注意点というか、こうした方がいいよっていうのが、このエレナなんですけども、他の3人に比べると、この角度がすごい急なんですよね。で、一応パッケージの方に直射日光を避けてって書いてますけども、多分ガムが入ってるから直射日光ってことだと思うんですけれども、こういったフィギュアも、ベースとなる素材はプラスチックなので、特にエレナが多分一番顕著だと思うんですけども、あんまり直射日光とか日が当たるところに置いてくる、このまま置いておくと、多分これだんだん重さでこう後ろに傾いてくる可能性があるんですね。ですので出して飾っとく場合には、窓際を避けて、机の片隅というか、本の影とか、直射日光当たらないところに飾っておくのがいいですね。というわけで今回はバンダイさんより発売されております、スタートゥインクルプリキュア。キューティーフィギュア2スペシャルセットご紹介させていただきました。全体的にみんなこう口を開けてニコッとしてて、で足を上げて手を広げて躍動感のあるポーズで、今回のラインナップなんか見てて元気になる、そんなフィギュアばっかりでしたね。今回キューティーフィギュア2が発売にはなっていますけども、いわゆる1、右奥の方に並べておきましたけども、プリキュアに変身した後のフィギュアももうすでに店頭に並んでますし、多分一緒に置いてあるところも多いんじゃないですかね、お店によっては。気に入ったプリキュアがいた場合は、変身する前の私服と変身した後のプリキュア、セットで買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。あとは私みたいに、せっかくだったら、1個500円ではありますけれども、4人全部集めて、で、8月に発売になる、キュアコスモですかね。この第3弾の方には、キュアコスモ変身前、変身後、あんまりネタバレになるので細かいことは言いませんけども、それ以外の状態のも含めて
一気にパッケージされて出るようなので、そこに向けて今このタイミングで全部集めてしまう、そういうのもいいんじゃないでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。